同じです。おお、いたーどうだああ悔しい誰かいるじゃんああ、閉めたおお、今手挟まなかったああすんださんだ進んだ,進んだ <laughs> めっちゃ噛んだ。はーい、こんにちは高橋それじゃ、本日は、こっちらのゲーム、偽夢なんですけども、 ま前回ノーマルモードをクリアしたんですよ。ノーマルモード。必ず怪異が発生するっていうモードをクリアしたんですけども、この下のナイトメアモードっていう怪異が発生しないモードも、まあ、クリアしていきたいと思います。やっぱりね、その何もない日をもうちゃんと見極めるっていうのが、その、やっぱ8番出口系ゲームをクリアしたっていう証明みたいなもんがあるんで、ちょっとやっていきたいと思います。 それじゃあちょっと探していこうかな。うん。いや、難しいのよな、本当に。イとちっちゃい、ちっちゃい異変があるんだよ。で、多分俺がまだ気づいた異変ももちろんあるんで、それもちゃんと見極めないとな。うん。はいはい。で、今回はね、必ず、なんか一回で出たやつが出ないようにするっていうのを解除したんで、まあ、ほんと、このゲーム81個回があるんですけども、 そこからランダムに排出されますね、問題が。まあ、会議が。で、今回なのに、硬いイメージあるな。このま、ドアとかも開くとかあるんかなうん。もしかしたら電気がつくとかね。でも、その感じはなさそうだな。これ今回もしかして、しょあ、これですね。これ、丸じゃなくて本当は四角いやつなんだよね、確か。 寝ましょうか。はいはい。で、これで時刻が進みますと。うん。あそこのやつ、ほら。こんな感じ、四角のやつなんだよ。だからそこは違いましたと。それじゃあ行きましょうか。えー、っと、ここもなんか変わるイメージあんだよな、ほら。これがついてるってことは、この四角いその、対象のやつついてるってことは、多分そこに変化がある時があるっていう、 ま、そういう証明だと思うんで、あそこも変わると思うんだけど、今んとこその異変はないね。俺の記憶通りですね、今んとこは。同じですわ。あ、これだここにハイライトがないね。よし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 。いいねあ、順調で今見えました。人形がありませんね。これは隠れんぼが始まったという合図です。 なんで、あの人形がどっかにいるんで、それ、あ、来たこれって閉まっちゃうんかな撮った後。写真ああ、閉まっちゃったこれ多分、あいつの視界から途切れるっていうのが大切だと思うんだよな。だから、ここ。大丈夫なんじゃないかなここで。今んとこは順調に進んでますね。うん。はいはいはい。来ました。見えないな。これも言うんだ。本当に 本当に負けだと思ってる本当に負け認めたかお前 <laughs>。これレアなんかなあの発言もあるっていうの。もう一応やろうよとか言われるときあるんかねうん。あ、それ、これも読んだかったね。はいはいはい、はい。うん、うん、こういうルールです。で、ラジオね。そうそう。ラジオっていう機能もあるんですけど、その、会議を分かりやすくするっていうの。 それやっちゃうと時刻が1時間戻っちゃうんだよね。うん。このゲーム9時まで、まあ、1個見つけたら1個済むっていう、1時間済むっていうシステムなんですけども、これラジオ使うと1時間戻っちゃうんだよ。うん。だから本当にめちゃくちゃ済んだ時に見つからない場合に使うといいと思うわ。はいはいはい。それじゃあ探していきましょうか。 こっちはこっちは外、こっち側ね、でも限られてるからな、こっち側の変化は。わかりやすいんだよな、外は。で、この中も変わるときあるんですけども、今回はないね。うん。これが変わってるかどうかわかんないんだよな、この絵。この絵よく覚えてないんだよ、俺。でも大丈夫そうだな。うん。はいはいはい。えー まあ、あ同じですよね。ここも、同じ。うわー変わってないかな。変わってくれた方が正直言ってありがたいんだよね。こちらからとしては。おお、手になってる、まあ、シャンプーめちゃくちゃ気持ちよくしてくれそうだね。<laughs> これどうなんだろう。あー、ピントが合わない。ピント合わせ。カシャリあ、動かないタイプか。たまに取った後に動くタイプの回があるんだよな。さっきの隠れ物みたいにね。 変化があるやつがあるんですけども今回はそういうやつじゃなかったんだ5時間はい5時ですねじゃあとりあえず探していきましょうかはい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 一応ここ毎回触ってみよう触ってみようかもしかしたらあっかもしんないしねあーでも今これはちゃんと3つあるし 動いてん、うん、うん。ここも大丈夫そうだね。だからこっち側かな次は。はいはい。同じです。おおはははははいたー影があるうわあ大丈夫か大丈夫そうだね。いやー、びっくりしたーあれは驚くって。でも分かりやすくていいね。 うん。ああいうのが、内海回起きてくれればいいんだよ。ほんとに。そう、ちょっとの変化よりも、ああいうおっきい変化だね、やっぱり。それが一番嬉しい。いやー、あの、今回ちょっとちっちゃめか変化。いやー、それがちょっと判断するの難しいし、もしかしたらないっていうパターンもあるからな。うん、変化がないっていうパターン。それが困る。 うーん、同じですな、多分。同じ同じだ。うんあ、気のせいか。はいはいはい。トイレはどうだトイレも変わらないね。じゃあ次は、ここら辺だけども、ここら辺も変わってるイメージはないな。ちゃんと2個ありますし。お風呂場。あー、変わってないね。 ああ、こういう時なんだよな、困るのは。うん。寝るかどうかだよな。会議が起きない時ももちろんあるんで、今んところ連続で起きちゃってますけども。だから、そろそろ来ないっていうパターンがあってもおかしくないのよな。うん。まあ、ほんと後半ですし、6時って言ったら。だから、まあ、そうね、寝てもいいんだけども、どうしよう。 これ丸だったっけ四角。いや、丸だったよな。寝てみるまあ、ラジオ使って、本当にないかって探してみるのもいいんだけども、寝るか。はい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 。あー、すんずだ、ささささ、すんだ、すんだ <laughs> めっちゃ噛んだ。でもやっぱなかったんだね。正しかったんだ。やっぱ俺割、割ともう頭入ってるね。どこがどう変わってるかとか。 あまあ、これがね、同じ形っていうかまあ、部屋の配置を結構もう、理解してる。うんうん。いいねー同じ、同じと。時計、そう、時計もあるんだ。危なかった俺、ちゃんと時計見てなかったね。これがちょっと反対になってるとかあるんだよ。うん。それで間違ったらやりきれないもんな。えー、っと、ここも変わってないと。次よな。 ここも同じで。はいはい。時計、まあ、電気の数も大丈夫そうだね。おるお風呂場じゃない。トイレ。あ高あ高こんなとこ。ええー、<laughs> 絶対使えないじゃん。届かないじゃん。<laughs> 設計ミスすぎる。<laughs> いいね。こういう分かりやすいやつがあると。8。いや、結構順調だ。待って。 あと一回じゃんえー、俺前回ナイトメアモードめっちゃさ、<laughs> めっちゃ苦戦したのに一気に来てる今。一発クリアありえるかいや、したいな一発クリア。うん。いやー、ちょっと慎重に行こう。はいはいはい。ない判断もちゃんと考えてからやろうか。あー、同じですねー。変わりはないな、電気もちゃんとあると。 こんな感じでしたよね。うん。はいはいはい。なるべく変わっててほしいんだけどなぁ。いやー、変わってないなぁ。同じですね、ちゃんと配置も。あー、俺が知らないエスカもあるからな、もちろん、まだ。それが起きて、起きてたりするとね。ちょっとダメですけども。でも今んとこ起きてるイメージないんだよなぁ。そう。 同じだよな。ある、えー、もう回起きてないよな、多分。音とか,か、か音とかもう判断できないもんな。うん。ない感じするんだけどもな。同じだよな、多分。ここの配列がちょっと違うはさすがにないだろうし。あ、あ、これはまああったか。うん。 か起きてないんじゃないか、これは。裏側が違うとかあるんかな。いや、起きてないでしょう。起きてないと信じよう。寝るか。うん。どうだあー <laughs> 悔しいー <laughs> いやー、行けた気もするけどな、今のはもう。どこが変わってたんだろうね。 まあ、しょうがないか。時計かな俺もしかして。時計見てなかったな、多分。ああ、ありえる。時計の可能性。うわー、時戻して。<laughs> これ一回ミス、ちょっと雑になっちゃうんだよな。うん。その経験っていうかさ、慣れっていうのやっぱ最初の一回が一番慎重だからさ。それで適当になっちゃうんだよね。 いや、もうないんじゃないか <laughs> で、適当になってるね。寝てみよう。はいはい。ああ、あったんだね。いやー、どれだったんだろう。いやー、ほんと悔しいなー、これは。風呂場もでも変わってないよな、この感じ。空いてる誰かいるじゃん。ああ、閉めた。うーん、今の手挟まなかったふははよーし、若いさ、これ起きてくれればよかったのになー、さっきの8回目で。 暗いからさ、もしかしたら間違えたかと思ったけども。やっぱ間違えたか。あの時8回目。んでかくねははははこれかここだったかあー危ねえ見逃しそうだった。やっぱここ変わるんだね。よしよしよし。いいね。やっぱでかかったよな。いやー、やっぱ一度見た場所をも,もう一度見ないとな。うん。念のため。はい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 。 ここら辺は変わりなさそうね。んで、ここね。ここもたまに変わるけども、今回はなし。変化なしでいいか変化なしいいかな進めよう、進もう。うーん、でもなーうん、ないなーここ会いたいとかもあるんかな変化なしトイレ変化なし風呂場 風呂場は変化なしね。うわぁ。また変化ねえよ。どうするよ。これがちょっと離れてるとか思ったけど、そんなわけねえか。変化ないんじゃねいか、今回は。寝る。どうああ、来た来た来た。3これね、これ嬉しいね、やっぱり。その、なんもないといかもう、なんもせず寝る判断したときにね、 正解したのが一番嬉しい。あったこれだ、これ。これ取った後に、手跡が進んでくるんだよ。あ、待って、ミ,ミス、った、ミスった。で、取って、一回、カメラやめて、隠れるこうしないと、あの手に見つかるとゲームオーバーなっちゃうんだよね。もうそろそろ大丈夫かなよしこれで、寝ると。はい、は,はい、はい、はい。 こういう異変が起きてくれると嬉しいね。うん。4時。あと5回か ?5 回3回。やっていきましょう。近いって思うけどもさ、遠いのよね。うん。半分越したといえば越したけども。どこだーいや、これまた寝る判断かうん。睡眠を選ぼうかどうしよう。 鏡まだ一回も変わってないのかなここ変わってないのがちょっとおかしいんだけども。いやいや、でも変わってないね。うん。変わってないな、これ。ほんとに。変わってない、変わってないよな。うん。ズーツケース同じ。天井高くないなんか。気のせいか、これは。 そんな微妙な変化起きないかいや、大丈夫でしょ今日は。何もない寝るどうだああいやー怖い、本当この瞬間が一番怖い。異変見つけた方がさ、安堵するのよ。<laughs> 本当に。よかったーと思うのよ。異変あって。異変ない日の不安さときたら、この上ね。 うーん、まあ、でも今回はまだこ、リビングは変わってるイメージないな。うん。変わってておくれよ、本当に。連続はもうないって信じるから、俺。くまなく探すからね、そう考えたら。連続、連続で異変がない日なんて起きないって信じるから、俺はもう。来たーこれこれこれ。こういうの。 これのオレンジ、<laughs> 周りの家の住人にめちゃくちゃゴミ投げられるのよね <laughs>。嫌われすぎでしょ。ここなんか民泊っていう設定なんだよね。うん。でもこの民泊に住ん、止まった人が騒ぎまくって嫌われてるんだろうね。うん。よし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 。これで、6! 来たきた来た。もうそろそろよ。もうそろそろエンディング近づいてきましたね。 でもこれ本当に面白いね。こけは変わりなし。電気も変わりなし。リビング変わりなし。OK! ないね。うわーこわー <laughs> えー、どうする頼む風呂場お前だけは頼みだ。変わってくれ。おっきい変化ないなうんー。いやー。 これがね、スケベースになってたりとかあるかな <laughs> いやーでもなんか異変が起きてるイメージはないのよねここはここってああったかこの丸まあでも異変起きてないなここもうん異変ないんじゃないかこれは水が出てるとかもないだろうし 連続でもないしね。うん。あったあったこれだこれ壁になってるってやつ。これかーセーフ見つけた執念だ、執念。ほら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 。来たいや、も,もうありえるかな。いつ来てもいいからね、意見ない日が。えー、っと、ここもね、うん。変わりなし。反対側に人がいるとかもないね、うん。 そんな異変があるか分かんないけども、とりあえずないわ。えー、っと、この中、どうだないなぁ、異変。うーん。エアコンも、そこの位置ね。異変、ここの部屋は起きてないか起きてないイメージあるな変わってない。変わってない。変わらない。ね。トイレも変わらないね変わって、変わってないよね、多分。 で、扉も同じだね。で、こっち側も、鼻も同じ。んあの、この、これは異変の、あれじゃないか。だから違うか。判定じゃない。よし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 でも、まあ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 、あでも、異変ない。異変起きてないかもしかして、これは。異変起きてないこのぐらいなんか書いてあったりしないとりあえずもう、くまなく見るか。もう怖いしね。ちょっと、 と、うわーない気がするなちょっと確かめてみるうんこれラジオ使ってみるかあれノイズがあるってことは変わってるえどこだこの中この中じゃないミスった危なっ ああんこれって、ドアノブってこれだったっけいやでもそれぐらいしか考えつかないな。あれ、ドアノブだったっけこれって。あれドアノブで、ドアノブじゃないよな。アパートもこういうところにドアノブ使わないよな。引き戸だもんな、多分こういうのって。あの、へこみだもんね、多分こういう場所って。へこみか、あの、縦長のポールみたいなやつ。 ついてるぐらいだもんな。これか寝てみるかあ、これ失敗したら悔しいな。あーなんだったんだぞ。え、合ってたじゃん俺、やばいな。さっきの間違いが結構心に来たわ。ほんとに。いやー、でもだってさ、合ってたじゃんね。ほら、ここ写真撮ってさ、こう写真撮ってチェックマークもついたのにね。 ダメだったもんな。もう一度別のとこで写真撮っちゃったんかな。うん。最後の一枚が判定されるんだよ。それではさ、あれかな。どっかやっちゃったんかな。いやー、悔しいな、それは本当に。マジかで、あいつどこだうん。これ、その、かくれんぼの時間なんですけども、あいつが見つからんな。どこだ あ、いた <laughs> ここかこの時ってさ、始まるんかなかくれんぼ。あ、始まらない時もあるのね。んこれは。よーしよしこれ分かりやすいね。音で分かる。時間が違う、速さが。これはすぐに分かった。伸びた <laughs> いいね、でも。 ここで完結してくれるの。早く進むわ、進めるわ。結構ここ駆け足で行ったね。この2回。いいねーあーしかも、今回もこいつだ。こっちを見てる。<laughs> なんか優しい。いきなり優しくなった。えー、っと次、あれもちょっと、やっぱ難しかったかサービスタイムだったな、今の。いやあ、この3回めちゃくちゃ優しかった。 俺がいつも見てる確認しろポイントだわ。いやー、いいねー。これがついてくれればいいんだけどもね。うん、うん、うん、うん。何もないイメージがあるな。本当かちょっとラジオ使おうか。ラジオ使って。あこれ何もないやつだ、本当に。ラジオが全然ノイズ発さない。はぁなるほどなぁ。うん。 多分大丈夫だだと思うんだよなこれそれなら何もないときこうなるんだねえー、っとえーでもあったん位までもおってるもしかしてあれかその前もあったんだけどもその異変の一つでこの先になんか長い廊下があってその先に異変があるときあるのねだから多分ノイズの場所って怪異の位置なんだよだからもしかしての外とか そういうとこに異変があった場合、ノイズの音が届かないっていうことがあるんじゃないかそれかナイトメアモードではもうラジオ使ったら終わりとかありえるな。いやー、さっきサービスサ,サービスタイムだったのになあのね、四五回。多分十分ぐらい時間短縮できたもんな、あれで。あの、あの連続のやつでね。いや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 。あ、これ この時ね、この異変、あ、んしゃがまないたダメなの一回しゃがんで、よーし、来たこの先にね、異変が起こるんですよ。これが結構最初見つけた時びっくりしたな、ほんとに。<laughs> えっと、しんとるじゃん。この後なんか音聞こえんだよな。何の音あんだろうね。よーし幼児か。どこ大変、ほんとに。うーん。 いやー、ほんと見つけらんないな難しすぎるよちょっと。電気は同じ。これは異変、うん、信じない方がいいか、自分を。異変があると最初から信じた方がいいもんね。異変があると思って動いた方が。ちゃんともう一回組まなく見よう。いや、寝るか、じゃあ。うん。いや、なんか異変がある気しないな寝るか。どうだ あ,あ、来た来た来た !5! うわ、もう、あもうちょっとだな。あと3回だね。おお <laughs> いたのかお前いなかったのかこれどうなるっどっちを見てよあー待って。どこあとこいつの異変。やばい。隠れられる場所。やばいここか<え>こいつの視線、よし、来たこれで隠れた。ななよーし あぶねえ。ああ、よかった。う <laughs> こいつを四角からかく、こういったの、こいつのね、目線から隠れればいいんか。だからこういうとこでも OK と。セーフ。いやあ、ほんとに怖い。よしよし、進んだ進んだ。これマジで怖いな。う <laughs> ああいる。うわうわわわ、来た来た来た。走ってきた。 多分走ってどっか行った。<laughs> あの少年がね、結構、ちょくちょく,くで、出てくるんだよね。うん。二世目ファミリーですわ。あの少年は。はいはいはい。七、あと八九だなちょっともう、異変が、異変、もう、何もせず寝るのないかうん。基本異変があると思って動、動いた方がいいもん。本当に。あったこれだ あーあと少年、これ少年だったんだ。君少年連続ははははは。<laughs> はい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 。少年連続嬉しいね。あっちの家からこっちまで来たんだね。<laughs> 走って <laughs>。で、あの男隠れたと。あと一回か。うわー。ちょっともう明るい、意起きててくれ、本当に。ゴミ投げ入れるよ、風呂場に。キープアウト来い。 いやー、意見、起きてないなー、ちょっと、同じだなうーん。いや、俺もうこれで寝る勇気ないよ。ほんとに。くまなく、くまなく、まなくチェックして、確認しよう、ほんとにないか。いやー、でも、あったー <laughs> あったー <laughs> ボジョレーヌーボーなってる。 よーしこれかーやったーこれでクリアですわちゃんと撮ってるよな、俺。なんもしないの。よしチェックマーク付いてる。もうカメラ起動しない。よし、寝ようこれであっ来たー朝だ朝を迎えたよよーしよしよしよしいやーいいねー いや、クリアしたナイトメアモード。いや、でもやっぱ難しいね、何もない日があると、本当に。途端にね、途端にさ、なんかノーマルモードとあるっていうからさ、探すじゃん。ま、結局見つかるじゃん、それで。本当にくまなく探して覚えてれば。でもさ、ノーマルモード。そう。何もない日よ。あの寝る勇気よ。 いや、もう最後最後で新しい異変起きてくれて、助かったな、本当この民泊ともお別れか。じゃあな。また泊まりに来るよ。いい部屋だったぜ。よーし。あれ出れない。なんで <laughs> クリアしたーいや、嬉しい本当に。いやー、でも、結構早くできたん、ね、で、も前回合わせたら1時間以上か定てんか。 うん。はい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 。そう,そう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 。こんな感じでね、まだ全然見つけたも半分ぐらいじゃない3分の、ほんと半分ぐらいだ半分ぐらい残ってるね、まだ見つけてないやつが。なんで、皆さんもね、ぜひプレイして、81個、全81個の異変、すべて見つけてみてください。それじゃあまた次回の動画で。バイバイ